1000万のこの思い、誰かしらがトーテムポール？うわガンガンゲームに挑戦していただこうと思います。お題を考えなきゃいけないのか。ガンガンしたらさ、挙手して。ありがとうございます。あ、脇ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、脇ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。あ、ガンガンしてますね。はい、OK です。え、どうしよう。でもなんかさ、さっきの可愛いとかそういう系にしたらさ、絶対さ、もうさ、なんか読まれてそうじゃん。なに、こういうお題にしそうだな、こいつみたいな。だからあえて違うジャンルでいこうかな。私なんてそんな可愛くないですとかどうですかね。絶対言わなさそうじゃないですか。さっきとも可愛いってか、じゃあそれにします。私なんてそんなに可愛くないです。これにします。はい、じゃあいきますよ。私なんてそんなに可愛くないです。始まってる。うん、私なんてそんなに可愛くないです。私なんてそんなに可愛くないです。私はアイドルになりたかったの。私なんてそんなに可愛くないです。私、あれなんだっけ、あれ待って、めっちゃうるさい。私なんかって言ったっけ。私なんか、私なんてそんなに可愛くないです。自分で忘れちゃった。私なんてそんなに可愛くないです。何が起きてる。ねえ、めっちゃ告白してる。ずっと好きだったのみたいな。あ、結構難しい、難しい、難しい。分かった、じゃあ待って。てかね、長いよね。あ、そんな、ほんと一言だよ。一言。うん、一言。私なんてそんなに可愛くないです。私が一番可愛いよね。大丈夫。あ、もう聞こえてない。あ、分かった、分かった、分かった。いくよ。私が一番、もうすぐ分かった。可愛いよね。まだ最後まで言ってないか。最後まで言ってないんだけど大丈夫。いいの、本当に。オッケー。私が一番。違う。私が一番。違う気がする。ああ。海外の人みたいな。じゃあ正解を見た。伝言されてきたのは私が一番。かなって、え？何この空気？はい、私が伝言されてきた。私が一番。秒で分かったけどな。私が一番可愛いよねって言おうとしました。え、私こっち。私が一番可愛いよね。だよね。正解は、私なんかそんなに可愛くないです。あれあれあれちょっと待って、芹沢先生で肯定しちゃったんだ。急に逆転の発想になったんだ。さきさんは可愛いって言いそうじゃん。だからちょっと違うこと、ちょっと謙遜したの。でも可愛いにとらわれちゃった。私と可愛いのが分かって、そしたらもう肯定してるもんだと思ってた。なるほどね。脳の思い込みというやつ。ここに関しては言いかけだった。あ、そう、あの一番で、あ、もう分かったってついちゃったから、うん、可愛いよねを聞かずにそっちに行っちゃったから。やばいじゃん。オッケー、オッケーみたいな。違う違う違う。より感じちゃった。で、吸った瞬間オッケーって言ってそっちに行っちゃったの。歯が、そう。あ、違う違う違う。そうかと思って。言終わってないのに行っちゃったから、あ、いいやと思って。薄いんだな。どっちも違ったんだ。そうそうそう。違いました。こんな変わる意味。こんなに意味変わっちゃう。めっちゃ自信あった。可愛いに至ってはもう最後姿消したよ。パッチが一番なくなっちゃった。スってなっちゃった。いや、自分シンプルな言葉来たなって感じ。なるほど。うわー、可愛くないなんて言うと思わないよ。
行きましたね。さあ、お題どうしましょう。私が一番可愛い、あ、じゃあ可愛くないとかだったから、ファンのみんな、ファンのみんなが、ファンのみんな愛してる。あ、これいいじゃん。ファンのみんな愛してるにします。二言だから意外といけると思う。よし、行きます。行きますよ。ファンのみんな愛してる。うわっ、アクセルが出た。すごい、ひみちゃん。いくよ。ファンのみんな愛してる。ファンのみんな愛してる。もう一回いく。もう一回。ファンのみんな、わぁー、ファンいくよ。ファンのワンとみ、ファンのワンコ、わ、ファンのワッショウ。もうダメだ。ワン、う、く、ふ、ファンのと、の、ファンのこと愛してるの、みんな、あ、頭から、ファンのみんな、ファンのみんな愛してる。これいいのかな、めちゃめちゃ。ファンのみんな愛してる。もう一回いくね。ファンのみんな愛してる。ゆっくりいくね。ファンのみんな愛してる。ファン、うん、そうなるよな。ファ、わ、ファンのみんな、わっと、ファンのみんな愛してる。ファンのみんな、あ、愛してる。ファンのみんな愛してる。ワイの店愛してる。繁盛してる。もう一回。ファンのみんなワイの店愛してる。あ、もう一回、もう一回。ファンのみんな、うん、愛してる。ワイの店いる。ワイの店、ファンのみんなワイの店愛してる。愛してる。そこ、あ、愛してる。あ、愛してる。ワイの店愛してる。オッケー、オッケー。なんで店持っとんねん。止めていいですか。はい、止めていいですか。正解はワイの店愛してる。はい、ファンのみんな愛してる。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 でした。ワイの店って何。むずいむずいむずい。ファンのみんなって、ファンむずいよ、ね、まあ、うん、ファン難かった。ファン難かった。みんなワンになった。ワンになる。でもなんでわかったの逆に。なんかこう伝えてくれて、姫がみたいな。ファンのみんな、そう、こうや、こうだったから、なんか自分のあ、そうか、そう、自分なのかなって思って、ワイの店。面白い、これ。わかんない、これ、むずっ。歌詞とかにしようかな。じゃあ、やらかしたら取りまそうにしよう。それの方がわかりやすいよね。それします。アルティメットマジックのやらかしたら取りまそうりにします。 OK、 いきます。やらかしたら取りまそうり。ああと2回だよね。ゆっくりゆっくりいくよ。
やらかしたら誰かしら、トリマ、総理、掃除。うわ、あと1回しかないじゃん。あと1回よ。めっちゃゆっくり。やらかしたらトリマ総理、誰かしらがトリマ商人。どうぞ。トリマ商人、トリマ商人。もう日本語じゃない。あーもういいや、奇跡を信じる。誰かしらか。もう一回行こう。誰かしらか取りましょうに。誰かしらが、誰かしらか取りましょうに。誰かしらが一人ぼっち。あと一回。誰かしらか、誰かしらが取りましょうに。誰かしらが、え、誰かしらがトーテムポール。え、じゃあ分かんない。まあいいか。誰かしらが、あ、あ、ごめんなさい、今のなし。はい、今のなし。誰かしらが一人ぼっち。気持ちいい。ん、ね、寝返りが気持ちいい。うん。誰かしらが一人ぼっち。わかんない。寝返りが正直気持ち。ん、わかんない。わかんない。はいはい、うん。誰かしらが一人ぼっち。寝返りが超気持ちいい。まあいいよ、3回やったの。はいはいはい。寝返りが超気持ちいい。寝返りが超気持ちいい。寝返りが超気持ちいい。超気持ちいい。うん、いける。寝返り、寝返りが跳ね返り。寝返りが超気持ちいい。寝返りが超気持ちいい。跳ね返りがおかしいからだかな。おお、おかしい。跳ね返りが、おお、おかしい。あ、跳ね返りが、おお、おかしい。寝返りが超気持ちいい。誰かしらが一人ぼっち。誰かしらか取りましょうに。は？行きます。やらかしたら取りま総理。うわあ、もうさ、母音は、母音はなんかわかんのにさ、マジわかんない。むずいね、これ。やらかしたら取りま総理。みんな OK。 じゃあ出題するお題言います。今日は牛丼が食べたい気分。いきます。今日は牛丼が食べたい気分。今日はソファ。牛丼が食べたい気分。食べたい気分。ちょっと待って。なになになに。ね、今日は、今日は牛丼が、牛丼が食べたい気分。今日はうどんが食べたい気分。
は嘘がかさむ。もう一回、もう一回。あの今日はうどんが、今日はうどんが食べたい気分、食べたい気分。わかった。今日はうどんが、うどんか食べたい気分、食べたい気分。今日は、うん、うどんが食べたい気分。うわすごい、いけるいけるいける。わかった。今日はうどんが食べたい気分。わかった。いけた。わかった。はい。いけた。いけました。いけました。はい。よかった。ひみちゃん一発だった。マジで。すごい。ゆうちゃんわかりやすいんだよね。え、覚えてる感じ。今日はうどんが食べたい気分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 。今日は牛丼が食べたい気分。うわーうわーうおーおーうおー麺と肉。悔しい。思ったね。ゆうきちゃんってうどん食べたかったっけ。珍しいと思った。最後ということで、ちょっとじゃあ最後っぽく、早くチャンネル登録10万人いきたいね。むずいかなにしたいと思います。いきます。早くあげるチャンネル登録10万人行きたいね。あげる。もう一回もう一回。早くあげる。チャンネル登録10万人センテンス行きたいね。ねえ、ときめき行きたいね。イエイイエイイエイ。オッケー。あげる。は？あげる。アイドル。千年のときめき。1000万のこの思い。千年のときめき。ときめき。アイドル？うん。千年のときめき。ね。イエイイエイイエイ。イエイイエイイエイ。あ、もう一回やるか、最後ね。あげる。あげる。あげる。千年のときめき。イエイイエイイエイ。イエイイエイイエイ。いけたよねこれ。あげる。千年のときめき。イエイイエイイエイ。ここでしょ、これでしょ。そう、もう一回。あげる。千年のときめき。イエイイエイイエイ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。はい。あげる。千年のときめき。イエイイエイイエイ。待って、マジでわからん。ちょっと待って、もう一回行くね。ゆっくり行くね。あげる。開いてる。千年のセット。あー、わかんない。ときめき。ドギマギ。イエイイエイイエイ。2回で、あ、ちょっと待って、ラスト1回で、ラスト1回。ゆっくり行くね。あげる。開いてる。千年の
ときめき、ときめき、イエイイエイイエイ、ときめきイエイイエイイエイ、はいはい、むずい、ちょっと行くね。あなたといるとときめきイエイイエイイエイ、あげる千年のときめきイエイイエイイエイ、あげる千年のときめきイエイイエイイエイ、あげる千年のときめきイエイイエイイエイ、早くチャンネル登録10万人行きたいね。何の歌詞だろうって思って、あげる、しかもここ3人合ってるのすごない？私、イエイイエイイエイなんて言ったんだけど、もうイエイイエイイエイはめちゃめちゃ強い。イエイイエイイエイはそう、めっちゃ強いだ。イエイイエイイエイって言ってない、イエイイエイイエイは間違いないと思った。なんか、行きたいねのリズムじゃん。だから、え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 って聞こえて、行きたいね。あー、1000人じゃなくて10万人だったか。なんとなくは伝わるんですね。伝わってないよ。久保田さんがときめきとか言うかな。千年のときめき、いやいやいや、千年のときめき、もう喋る価値ないんで、もう締めていただいていいですか。なんで私を。やっぱあの、そうですね、はい、というわけで、そうですね、まあ、ときめきも千年のときめきも皆さんにあげたいですし、早くチャンネル登録10万人行きたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします、お願いします。以上アイスでした。バイチュッチュー。